楽しい。大田原市からスポーツチャンバラご紹介します。改めてよろしくお願いします。この競技の、まあ、ルールというか競技の説明をお願いします。はい、はい、スポーツチャンバラは専用のこのエアーソフト拳というものを使って対戦する競技スポーツなんですけれども、中にこれ風船が入ってるんです。あ、本当だ、柔らかいふにゃふにゃだ、はい、痛くないですよね。ちょっと気持ちいいぐらいそうですよね。なのであとはルール的なことを言いますと、本当に相手の体どこでもですね、先に当てたら勝ちです。逆に当たったら負け。じゃあちょっと早速体験してみます。はい、お願いします。はい、当たったら負けてしまうスポーツなので、まず構えていただいて、はい、あの相手がこう打ってきますから、はい、打ってくるのを避ける、足を引いて避けて、前に出て面打つ。そうです、そうです、その感じです。避けて、いいですねすごいあのいい感じです。とても素質あるかも。本当ですか、はい、なんかいい、ずっと申し訳ない気持ちがそんなことないです。あのスポーツですから。スポーツですから、いいんですか、しっかり打っていただいて。そっか、今度できたらちょっと普段やってることをちょっと対戦してみませんか。あ、もういいんですか。いいです、もう本当にすぐできますのでぜひやってみてください。わかりました、はい、じゃあちょっと対戦早速やってみましょう。お願いします。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。ではちょっとあの早速対戦の方あのやっていただきたいんですけれども、まずちょっと練習で一度やってみましょうか。あ、そうですね、練習で、はい、じゃあお互いに礼をして、お互いにします。お願いします。はい、じゃあ構えて、はい、じゃあ始め。はい動きが完璧です足あり痛いです、はい、痛かったですか。痛いです。おかしい、おかしい、心が、そんな、あ、心あのな、心が痛い。あ、そうです、ちょっと悔しかった。悔しい、悔しい、ちょ、惜しい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 、しっかり打って、しっかりしっかり、よし、はい、今今当たってた、はい、足当たってます。はい、足あり、勝負ありやめ。はい、礼をして、ありがとうございました。ありがとうございました。 どうでした、お姉さんと戦ってみて。あ、最初の初めてやった方と比べるとすごく上手で、はい、しっかり打ててるので、すごい褒められてます。先生、また今後とも教えてください。よろしくお願いします。お願いします。いや、楽しい当たらないと悔しい、当たると悔しい、でもこの爽快感、なんだろう、何者にも変えがたい気持ちよさみたいなのがありますね。実際に見ていただくと分かるんですけれども、あの当てるとすごくとってもいい音がするんですね。なので本当にスカッとすがすがしい気持ちになりますし、今度当てた時に、まあ、悔しいっていつも感じたことのないような感じ方をできるスポーツなので、本当に日常と違ったあの感じが得られるスポーツだと思いますので、とてもあの楽しいと思います。今年の4月に栃木県スポーツチャンバラ協会の方が県のスポーツ協会の方にも加盟させていただくことができました。もう実はもう本当に何十年も前から の希望であったことが今年達成できたということで、あの今回この国体に参加させていただくことによって、たくさんの方にあの見ていただいて、でこんな楽しいあのスポーツなんだよっていうことをどんどん広めていきたいなっていうふうに思っています。